マーティン・ヘンリクソンは、スウェーデン出身のヘビメタルミュージシャン。ダーク・トランキルティのギタリスト・ベーシストであり、メインソングライターとなっていた。ダーク・トランキルティでは、当初ベーシストであったが、後にギタリストに転向している。1989年に、セプテック・ブロイラーを、アンダース・フリーデン、ミカエル・スタンネ、ニクラス・スンリン、アンダース・ジバープと共に結成。 担当楽器は、ベース。セプテック・ブロイラーがダーク・トランキュリティに改名した後も、引き続きベースを担当した。1999年に、ギタリストのフレドリック・ヨハンソンが脱退したのを機に、ギタリストに転向した。ベーシストには、ルシフェリオンのギタリスト、マイケル・ニクラソンが加入した。マーティンは、ダーク・トランキュリティでは唯一すべてのアルバムの、 作曲クレジットに載っているメンバーである。ダークトランキュリティの他のメンバーは他バンドに参加したことがあるが、マーティンはダーク、トランキュリティと全身のセプテックブロイラーが唯一の参加バンドである。2016年3月末、ダークトランキュリティからの脱退を発表した。脱退の理由は音楽を演奏することへの情熱を失ってしまったから。 ダークトランキュリティで、マーティンは、リズムとメロディーの両方を演奏している。マーティンは、滑らかな演奏スタイルを持つギタリストとして知られており、荒々しい演奏スタイルのもう一人のダーク、トランキュリティのギタリスト、ニクラススンリンと対比される。マーティンは、基本的にはソロを演奏することはなく、ソロはニクラスが弾いている。例外の例として、フォーカスシフトと、ロストツー・アパシーが挙げられる。 この曲では、マーティンはそれほど、速くないソロパートを弾いている。マーティンのリフはしばしばピックスライドやハーモニクスで、保管されている。マーティンはベースを弾いていた時から、メロディも演奏をしていた。マーティンのステージでの主な使用機材は、ギブソンエクスプローラーとギブソンレスポール、スタジオライトである。マーティンは以前は、ロクトロンプロファスイの、ラックマウントプリアンプを使用していたが、 ダークトランキュリティのシックスアルバムダメージドーンに伴うツアーの後ダークトランキュリティのもう一人のギタリストニクラススンリンと揃って PV5150 とメサブギデュアルレクティファイアープリアンプオベリンガー VAMP にモデリングプロセッサースと共に使用するようになったナインスアルバム We Are The Void のメイキングオフでは PV6505 を披露した ありがとうございます。